せーの、おはようございまーす。なんだなんだなんだ、変なのが作動した。なんだ。はい、本日もですね、ノンクラの方を始めていこうかなと思い、前回はね、村を柵で囲って草刈りをするところまでやりましたね。皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。で、あの後ね、ちょっと裏でね、村の周りのね、草も刈り取ったので、めちゃくちゃこの辺が綺麗になりました。で、今日はね、何をする？うわー、だからこれなんなん？ちょっと待って。もうシフトを、なんだこれ？なんだこれ？なんだこれ？まあいいや。今日はですね、何をするかっていうと、僕ね、自分の家を作ろうと思いまして、僕、好きな色が青なんですけど、青色の屋根の家をね、ちょっと待って。ごっさん2匹いるやん。ちょっとごっさん。おい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 。ごっさん。来い来い来い。入れる？これ。おい、開けたの。行くな。ごっさん、ごっさん、なんだこいつ、ごっさん、あちゃちゃ、そう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 、いけ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 、おい、こっち来んなって、お願いだから、頼むから。おーい！おい、頼むから！もう、なんでさ、言うことしかない。おー、いけ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 。おっしゃ。おら、もう、世話のかかるブサイクだったぜ。夜になっちゃった。はい、でさっきの話の続き、僕ね、青い屋根の家を作りたいなと思ってて、あ、ゾンビ、殺されちゃった。青い屋根の家を作りたいなと思ってて、そのためにはね、青い花っていうか、水色のお花を探すか、もっと濃い青が好きだったらラピスラズリを洞窟に探しに行くかなんですけど、どっちかというとラピスの方が欲しいから、で壁を石系の素材で作ろうと思っているので、ラピスラズリを探しに洞窟に行こうかなと思ってます。まあ簡単に言ったら洞窟探索ですね。今日はこれぞマイクラって感じの洞窟探索に行ってきますよ。それでは今日も個人の楽しみ方で、目で見て楽しむなり、耳で音を聞いて楽しむなり、鼻で匂いを嗅ぐなり、舌でベルーンと舐めて味を楽しむなり、二宮和也なり、楽しんでいってくれたらいいなと思います。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。それでは、やっていきましょう。じゃあ洞窟に行くにあたって、全然、てかそもそも私、チェストも持ってないから、この村からチェストぶんどろ、ちょっと下準備しますね。はい、じゃあね、洞窟に行く準備の方が完了したので、ちょっとあいにくの雨ですが、まずは洞窟を探そうかなと思います。でもちょっとこの曇っててさ、涼しい。え、ちょっと待って。え、あれ、ラピスじゃないの？ちょっと待って。え？あるやん。ちょっと待って。ちょっとこれは予想外すぎる。ちょっと待って、超テンパってる。オグ、違う。何を、ああ、そうドア作りに来た。ドアだから、この扉を作るために木を一回取らんと。
発しようと思ったら夜になっちゃったので一回寝ました。で、ドアはどうやって作るの？あった、1個でいいね。多分ラピスラズリってさ、あれだよね、木のツルハシじゃ取れないよね。ちょっと待ってね、こんなすぐそこにあるとは思わなかった。少量だけど貴重な青色の材料なんで取っておきたいね。ちょっとこの辺に作業台を置いて、石じゃ無理かな、石でいけるんだったら石で取りたいんだけど。石ピッケル、オッケー、オッケー、これでいけるかな。鉄もあるね。ちょっとね、マイクラ界の不思議なんですけど、ドアを置くとなぜかそこでは息ができるんですよね。取れた、よっしゃー。え、しかも結構取れるやん、一つで9取れた。マジ？ここにもある。ドアを置くで入るとなんと息ができる。え、めっちゃある。あ、これじゃ水中判定だから遅いな。え、めっちゃある。ちょっと待って、いくつあんのこれ。え、まさかのこんなにすぐ見つかるとは思ってもおりませんでしたわよ私。え、44もあればさ、屋根作れるんじゃない。え、多分いけると思う。あ、でも44って結構ギリだな。どうだろう、家の大きさにもよるんだけど、44か、もうちょい先はないかな。あー、なさそう、なさそうですね。いて、いてててててて。え、でも普通に嬉しいなこれ。嬉しいな。もうラピスラズリが44個も手に入っちゃった。幸先がよろしいですねこの人。あ、僕松明持ってないからこの石炭も取っちゃおっか。オッケー、じゃあこの辺の洞窟にはラピスがある可能性が高い。え、ていうかさ、この水中にない？ちょっと行ってみよう。ほっ、ないね、ラピス。くそ。じゃあ素直に洞窟探そうかね。お、ここは？ここはどうかな？これか？これか？この洞窟はどうかな？ちょっと待って、今なんかいた。なんかいたね。松明持ってないから作っちゃおう。剣も持ってない。やばい、やばい、いで、なんか食らった。死ね、体力多いお前。ちょっと、まあ、近いからそんなに焦らなくていいけど、やっぱ剣作るべきだったな。ちょっと待って、あいつどこ行った？ラピスはロストしなかったけど、あのウィッチがどっか行っちゃった。そして別にここもこんな洞窟深くないっていうね。あ、こっちが続いてる。やっぱここ上砂利だ。あー、大して何もないですね。土だけ、土じゃねえ、鉄だけ回収しようかな。じゃあ僕はここの穴蔵に死にに来ただけですね。洞窟がないね。深い洞窟がなかなか見つからない。村はあっち方面ね、多分。お、お、これは期待値大でしょ。渓谷じゃん。うわ、でけえ。うわ、鉄めっちゃある。これは行ったでしょ。
ちょっと待って、誰だ、クソめっちゃ来てる、ここにこれ、おっしゃ冷静だ、剣作ろう、剣、剣、来てない来てない来てない、怖い今のバカが、ちょっとスケルトンマジでうぜえよ、死んでくれ、死ね死ね、よーし、回復回復したい、回復回復、まだゾンビの声するよ、冷静に、来た、かかってこいよ、クズ、ジャンプ切り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 、いいね、シャー、鉄鉄、ラピスラズリがでも見た感じ、またいたよこの野郎が、ちょっと回復しよう一回、ラピスラズリが見た感じないんだよ、鉄はいっぱいあるけど、あ、金だ、うぜえマジでお前、あ、うぜえって、なんで上向きに打ってくるのこいつ、死ぬねよって、死ぬ、こっちが死ぬ、横向いてんのに上に打ってくんだあいつ、え、ダイヤ、おー、ラピスだった、ちょっと待って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 、え、え、ダイヤじゃん、ちょっと待ってね、ちょっといろいろやることが多い、ちょっと一旦この水流から逃れて、やばいやばい、ちょっとめっちゃテンパってる、多分降りない方がいいわ、これ今度行こう、今度やめようやめよう、やばい、汗、大丈夫そう、汗、オッケー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 、ちょっとこのラピスは回収しよう、水流ちゃん、水流ちょうちゃん、水流のせいで発掘できねえ、ちょっと邪魔、どうある、また、はい、オッケー、お、69あればいけるよね、屋根は、やばい落ちる、おお、やばいやばいやばい、ちょっと暗すぎて、暗すぎて見えねえ、見えねえんだ、見えねえんだ、暗すぎて、やばいって、いやー、もうどうなってんのこれ、ちょっと待って、落ち着いて、お兄さん落ち着いて、と酸素が切る前にとりあえず上の方に伸ばせて、ちょっといいぞ、帰って帰る、起きて、危険が危ない、よしよしよし、 OKOKOK、 よし、めっちゃ帰れてる、めっちゃ帰れてる、よし、うわ、これ欲しい。黒、黒の素材。でもこれから何作るの？え、これ良くない？ちょっとこの水、どかしちゃおっかな。いや、でもこれ、登るのに大事だから。やっぱ、松明。え、ちょっとここダイヤがあるって覚えとかんと。あ、危ない、落ちる。うわ、あ、肉食ってる場合ではない。え、何これ？なんかあの光るイカの墨袋みたいなやつ取っちゃった。よっしゃ、ちょっとこの辺のさ、この黒い石取っちゃおう。できた。
りした。いやそこまでしなくていいじゃん。もういいやお前流れとけよ。あいつはあいつわしのこと殴るためにこんな上から。ちょっと何してんの、何し違う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 、W の隣が 9だから物捨てちゃうよね間違えて。わー2個かー、まあ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 いいでしょう。別に今日ダイヤ目的でさ来たわけじゃないのにダイヤ見つけられたのはまあまあ運がいいんじゃないの私。はい、じゃあそんなわけでね、ラピスラズリ探しの洞窟の探索だったんですけど、なんとね69個も取れました。でこの黒い石、なんていうのこれ、深層岩の丸石ってやつも2スタック分あるし、鉄もちょこっとだけ28個取れました。でねこのダイヤがね、僕今鉄のツルハシ持ってないからね取れないんですよね。もうあるならあるって先に言ってほしかった。じゃあね、とりあえずメインの屋根の色となる青色の素材は取れたので、次回はあ、そっか、これをブロックにするんだったら羊を捕まえて青色に染めないといけないから、次回は羊繁殖の回になるかもしれないですね。で本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃねばーい。